はい、どうもオリンピック大好き山田です。今日はですね、本当連日日本のメダル数がもう過去最高を突破したということで、本当皆さんおめでとうございます。やっぱりね、こうやってオリンピックするかしないかみたいな問題もあったんですけど、オリンピックやっぱ開催できてよかったんじゃないかなと。まあ無観客っていうのもあるんで、そのコロナとオリンピックは分けてやってますよっていうのが一つ、まあ、区切りとしてできてるんで、まあ今東京の人口に合わせてコロナがすごい爆発的に増えてるんですけど、まあオリンピックを応援するっていう意味を込めてちょっと外出自粛したり、あんまり感染者数増やさないように協力できるところはしていきたいなと思っています。これから後半戦になるんで、またまた盛り上がっていくと思いますんで、皆さん一緒に応援しましょう。